はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていこうと思います。1回ですね、拠点に帰ってきて、でちょっと装備を、鍛えてみました。まあパンツ5パンツ5ナイフ5パンツ5なんですけど、とりあえず上げられるのは5レベルまでですね。で、多分これどんどん鍛えていった方がいい感じでしたね。素材はもうどんどん手に入るんで、とりあえずウィザードですね、ヒットポイント50上げるような感じで鍛えました。で、こいつはなんかよく分かんなかったんで、運を中心に上げて、でゴッドガンダムはちょっと散らばせた感じかな、まあ少し攻撃力寄りに上げました。でウルトラマンゼロはもう防御力寄りで上げてますという感じで、まあ素材が手に入ったら、まあどんどん使ってった方が良かったって感じですね。まあお金はかかりますけれども、まあまだまだお金は1000円あるので、というところで、あとはそうですね、ちょっとまたスキルツリーを見ますか。相変わらずゴッドフィンガーの使い方が分かんないからな。で、ゴッドスラッシュタイフーン、ゴッドガンダムはレベルを上げると消費 SP が減りますね。それはいいな、覚えらんないけど。足りない、ウルトラマンゼロ、ゼロスラッガー、あ、全体だ、ワイドゼロショット、これも全体だ。こっちの方が強い、消費 SP がただ高いか。うーん、ちょっとこっち覚えるか。で、これは覚えられない、仮面ライダーフォーゼ、メディカルモジュール、回復だ、いいなこれ、覚えよう、覚えらんない足りない、まあいいや。じゃあこれでとりあえず行きますか。ああウィザードか、あとウィザードはちょうどこれが覚えられるな。 OK。 でこれはツインスラッシュ、やっとこれで覚えられるのか。よし、じゃあ進んでいきましょう。ゲートポート、キューブ選択、中継地点に、ようやくコンプリート率 72% だ。これはもう順番に行くのかな。ここをクリアしないと次のマウンテンには行けない感じですかね。あんまりマウンテン出す必要もなかったけど、あ、そうか、別動隊が調査してるからか。まあ一応物語の絡みでってことですかね。さあちょっとばっかし強くなった。そうだ、どうしなくては。あ、仮面ライダーウィザード、ヒットポイント239ありますねあいつより多いし、フォーゼより。なるほど、ちょっと一点突破で鍛えていくのもありですね、こう考えると。このパターンの時はちょっと自動戦闘じゃなくて選択した方が効率よく倒せるんで。やっぱやってってようやく覚えていく感じですね。初見プレイだとまあそういうところを覚えつつ、おーっといっぱい出てきた、バルカン使うか。初撃だと今どうしよう、ゼロはこいつを攻撃しとくか。うわー、どうかさった、ちょっと危ねー、当たった。さてリゼル隊のところがもうすぐですね、確かここでも、こっち行ってないから行きたいと思ったら行き止まり、アイテムはなかったですね。あー、ミスター、マジか、どうかした、誰も当たらない、マジか、2ターン誰も当たらない、3ターン誰も当たらないこれマジすげえ回避率上がるな。
このポーゼの回復って移動中で使えないっていうか覚えてないのかそもそも覚えてない。ほいっと、ちょっと待って、ポーゼが減ってる。整理します。ライフキットをちょっと買い込んだんで。激しい戦闘音が聞こえる。リゼル部隊が危ない、急ごう。よく持ったなリゼルそこではリゼル部隊がアイアロンの猛攻に必死に応戦していた。君たち戻ったか。異世界の武器はどうだった？ああ手に入った。こっちの状況は正直かなり厳しい。ふは、いたぶりながら倒すってのもいいもんだな。あお前ら、ふはは、のこのこ戻ってきやがったが、こちらから出向く手間が省けたわ。アイアロンめ、リゼル、あとは俺たちに任せろ。ふ、ヒーローども抹殺してくれる。よし、ファイナルウルティメットゼロを打ち込むぜ。チャージの時間を少しばかり稼いでくれ。わかった。何をごちゃごちゃと、往生際が悪いわ。行くぞ。え、これレオ連れてったらどうなってたんだ。てか、うわ、3人しかいないマジか。とりあえず例によってバルカンを撃って最初はもうこのパターンですね。これレベル上げたから攻撃力高くなってるな。くらえ、ガーラー、いてアイダーロケットパンチ、どうだ。83か、バルカン。118、貴様らではこの俺様には勝てない初めて会話が出てきたな。ちょっと回復をしなくては。いったどうした、その程度か。いやー、その程度っすよマジで痛ったー、なになになに、え、マジ、ちょっと待って、なになになに、死んだんだけど、いきなり。なに、どうしろってんのこれ。え、わからん。あそこはちょっと防御した方がいいのかな。とりあえず攻撃を仕掛けていくと。なんか言ってくると、おー、パニック、マジかよここだっけ。ちょっとスキップを短くしましょう。なんかやってくるかな何なのヒーローを倒すためとか言って、なんで意味が分からんな。どうすりゃいいんだ。ウッドフラッシュタイプミンとか意味ないしな。これあんまり攻撃力変わんねえしな。攻撃あるのみでいくか。フレームスラッシュストライク。いた。どうした？その程度か、変わらん。何にも状況は改善されていないぞ。くらえ。
おお。あ、でもなんとか耐えた。よし、チャージ完了だ。頼む。もう二人死亡者が出てるんだ。今度こそ蹴りをつけてやるぜ。受けてみろ、アイアロン。おお、結構かっこいい。受けてみろ。これが俺たちの光だ。あ、あれごと飛んでくのね。やったのか。凄まじい破壊力だったな。敵の手に渡らなくて本当に良かった。リゼル部隊も、まあお前らだけでも助かって良かった。ところでゼロ、少し気になることがあるんだが。なんだ。そこの壁を見てくれ。ん？なんだこれは。気味が悪いな。明らかに変質しているだろ。 DG 細胞かとも思ったが。なんだこれは、最近までなかったはずだ。この感覚は闇の力だ。闇の力か、まさか欠片の影響で。ありえるな。ゴーン。あの音は砲撃音か。遠いな。第三居住区の方角だ。第三居住区といえばロト部隊がユニコーンを連れて移動中だ。心配だな。ズドーン。激しくなってきているな。ここは一旦拠点に戻って、俺たちもロト部隊の基地を目指そう。これ以上進めないなら仕切り直すのもいいだろう。我々は引き続きこの辺りの調査を進める。変質した壁など他にも何か異変があるかもしれん。頼んだぜリゼル。少し前、クライシス帝国では、ボスガン、カテゾーン、ヒーローどもにしてやられるとは、なんたる失態。このままでは皇帝閣下から最終時計が送られてくるやもしれん。何最終時計って。とにかく早急に何か成果を上げるのだ。ならば袖付きより先にユニコーンを捕獲するというのはいかがでございましょう。ユニコーン、あの学生か。ゲドリアン、連中がなぜユニコーンを探しているのか理由もわかるのだぞ。だが何か重大な理由があることは確かだ。ジャーク将軍、引っ捕らえて我々の元で調べ上げましょう。何か策があるのか。ユニコーンが第三居住区のどこかにいることは掴んでおります。そこで、いつの間に、ひょ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 、何配下のカイマ異星獣どもに探らせていたのだ。チャップ部隊を出し抜いたというのか。ボスガン、今はいがみ合っている場合ではない。話を続けよ。そこでクライシス要塞でエリア全域を爆撃しいぶり出すのです。ほほう、面白い。良いだろう、すぐに準備にかかれ。はっ。ジャーク将軍、俺たちは何をしたらいいんだ。お前たちはかけらを確実に手に入れられる作戦を早急に考えるのだ。拠点に戻ったゼロたちは第三居住区の戦況を確認した。どうも第三居住区では空爆が行われているらしい。空爆？クライシス要塞による上空からの爆撃、雷撃、砲撃だ。いろんな種類があるな。クライシス要塞？ああ、クライシス帝国の母艦といったところだな。非常に高い攻撃力と防御力を備えた空中戦艦だ。そいつは厄介だな。第三居住区にはロト部隊の基地がある。そこにはユニコーンもいる。行って安全を確保すべきだ。そうだな。あ、それとマウンテンキューブの入り口付近を塞ぐ見えない壁の剣だが全然話が進んでなかったな。これ、成分分析の結果、水素によく似た物質を大量に含んでいることが判明した。性質が分かればこっちのものだ。対策の目星もついている。
もう少しだけ時間をくれ。何の話だ。フォーゼとレオは知らなかったな。俺たちの仲間がこの先のキューブマウンテンキューブに調査に入ったのだが、入り口付近を透明な壁で塞がれてしまって行き来ができなくなってしまったのだ。そのメンバーはメビウス、オーズ、ダブルオーダー。そうか、早くダチになりたいぜ。そういえばブラックの姿が見えないが、どうしたんだ。消耗が激しいようなのでメディカルルームで休ませている。状態は。今メテオが様子を見ている。そうか、ブラックは俺たち以上に力を失っているからな。俺の噂話か。おいブラック、安静にしていろ。大丈夫だ、これぐらいどうってこと。うっ。おいしっかりしろ。すまない、しかし俺も行かなくては。クライシスに好きなようにさせるわけにはいかないんだ。気持ちはわかるが、とても戦えるような状態じゃないぞ。キングストーンフラッシュが想像以上に体力を奪ったようだぜブラック。だがそのおかげで俺たちは救われた。そうだ、少し休め。お前は今まで十分に戦った。そうだな、こんな状態で行っても迷惑をかけてしまうからな。分かったならメディカルルームへ戻ろう。ああ。しばらくの間ブラックは戦線離脱だ。残りのメンバーで捜索を続けよう。分かった。ありゃりゃ、戦線離脱しちゃったよ。よし、そろそろ出発の準備をしよう。ああ、目的地は第3居住区ロト部隊の基地、ユニコーンの安全を確保すること。了解。うん、今度第3居住区へ戻るようっすね。ロト部隊の基地へ。とりあえずチップ報告はなさそうと。パーティー編成は変わらずで、スキルツリーを若干見るか。フォーゼ、あー20、もうちょっと必要だな、あと2。まあとりあえずこのままセーブをしていきますか。ほいっと、ゲートポートでキューブ選択の。そうすると第一中継地点から行った方がいいのかな。あれ、第二中継地点でそのまま行けばよかったかな。なんか分かんなくなってきたなこれセーブするだけだ。いいや、ここから行くか。もうここら辺の敵は雑魚でしょう。でそんな強くなった感じはしないけどなやばい、こいつら3体は結構強いと。結局4体かかるし、倒すのに。ウルトラマンゼロが最後になってる。一回戦線離脱したから。てかさっきのアイアンロンみたいなやつ強かったな。名前合ってるか分かんないけど、なんかよく分かんないけど2回全滅しちゃったかな。めっちゃ強い攻撃されて、ドコーン。空爆の音が聞こえる。おお、あれか。いやいやいや、こんなんでコロニー攻撃されたらああ去ってった。あれがクライシス要塞か。でどっち、こっちに行けるようになってるいつの間に。ん、これは行き止まりなだけか。バックアタックを食らった。そしてチャップが出てきた。え、チャップはあれか、打撃が通らないんだ。ただヒットポイントが少ない。こっちだ。こっちは瓦礫で埋もれていると。おっとおっと、硬そうな奴らだな。またバルトンはどうなの。そうすると、
バルカン主体でいくか。あ、間違えた。あれ、そろそろウィザードじゃなくてフォーゼが回復を覚えられるはずだ。メディカルモジュール、これ覚えましょう。 OK、 レベル2とかにも上げられますね、自分の技だから。アイテムゲット、ライフキットか。ん、あとはこっち、ズドーン。ん？それだけ？おっとっと、最近チャップが多いな。チャップは、あーゲットした。チャップは全然経験値持ってないからな、弱い代わりに。これは行き止まりだけど、マシンキャノンを使いましょう。で、3体でかかれば倒せるかな。そうだ、うおー、引っ掛けた。回復回復、ポーゼ回復できるか。おお、できる。蜂も使うの、それちょっとやだ。戦闘中に使うしかないな。ここちょっとなんか危険そうだな、イベントが始まりそうな。ほらー、ズカカカカカカカ、うわー、何、直撃食らったの。はっはっは、撃て撃て、もっと撃つのだ。このクライシス要塞の雷撃でユニコーンをいぶり出してやる。ジャーク将軍、私はこれより地上によりユニコーンを追い詰めます。空と地上両方から追い詰める作戦か。いいだろう、ならばスカルマ部隊を連れて行け。はっ、それは心強い、ありがたき幸せにございます。あー、シナンジュが出てきた。クライシス帝国が派手なことを始めてくれたな。これでこちらから手を出さずともユニコーンの居場所は分かるだろう。これ誰なの。あとはベリアル軍だな。あのアイアロンとかいう幹部が敗れたのは計算外だったかな。いや、そのためにあれを用意している。戦いは常に2手3手先を読んで行うものだ。もちろん作戦後のかけらの処理も考えている。処理、下手に持っていては敵を増やすだけなのでね。なるほど、さすがだな、シナンジュ。そういう君の方の計画は順調なのか。サジタリウス・ゾディアーツ、あ、ゾディアーツか。順調だよ。その手にはスコーピオン・ゾディアーツのスイッチが握られていた。ちょっとわかんないな、スイッチとか。お、久々に出てきたな、ダークゴーネ。まさかこんなに早くゼロがバラージの盾を手にするとは。さすがのあなたも死んだかと思いましたよ。ふん、生きてて悪かったな。だがお前のかけら探しも一向に進んでないようだな。もし部下が足りないなら俺のレギオノイドを舞台ごと貸すぞ。しらみつぶしに探しても効率が悪いとは思いませんか。それなりの策を講じています、ご安心を。とにかくロト部隊の基地へ急ごう。お前さっき直撃食らってたけど大丈夫か。ヒットポイント1も減ってないし。うわー、いるまた戻ってきてる。行き止まり。おお。でもこれだけ広い町でさ、全然人っ子がいないっすよね、一般人が。
明かりはめっちゃついてんのにビルとか。お、ガンガディン手に入りましたね。これだけの街並みっすよ。だってチャップマン、これは一ターンで倒せるかな。フォーゼがそろそろ上がりそうっすね。フォーゼの方で回復させるか。どうせレベルが上がれば SP も回復するんで。広い、広いな。しなびた競争薬みたいな。果たしてキングオブハートの実力を見せてやる。ちょっとこれも先手取ったからめんどくさいし。もう2回くらいかな。うん、こっちも行ける感じだな。こっち行くとでもな、あ、道がつながったマップ上で。そうか、爆撃により新たなる道が開けてるからか。マシンキャノンの消耗を1にしたいな。こっちじゃなくてもう一方の道があったから、ついてくるな。なんかに弱いな仮面ライダーが。 OK、 レベルアップ。こっち側行けますね。行けなかったねえ、あとどこ行ってないところって。あー、こっちの方があったな。ちょっと敵が撃ってほしい。うわー、いっぱいいる。こいつ1ターンかかるかな倒すのに丸々1ターン。よし、 OK。 敵の出現率が高いんでお金はそこそこ貯まるな。経験値はただデフォルトの設定が低いからなかなかレベルが上がらない。フォーゼが若干やばい。おーおーおー死にそうだ。ひー、これ並び替えとかってできないのかな。並び替えがないってことは並び替えしても意味ないってことか多分先頭にいるから食らうってことでもないんだね、多分ですけど。こっちがいけますね。おっと、おーおーおー、激しいっすね。ガンダムが上がるか上がらないかっていうところで目的地に着きそう。おっとっと、
危なかった。一番最初の電撃は食らってたけどね、モロに。おーっとと、うわー、俺たちを狙っているのか。今のは当たったの当たってないの？おー、くっ、狙いが正確だな。その割にはヒットポイント減ってないよね。まあ減ってたらちょっと困るけど、これはどうしよう。このままでいったら、大丈夫か。まだちょっと、うわー、始まっちゃったよ。コット減ってんのに。ガンガン、何の音だ。おお、フェニックスだ。ああ、こんな爆撃の中じゃ絶望も何もねえだろう。フェニックスは何か鬱憤を晴らすかのように壁を殴っていた。フェニックス、お、なんだ、指輪の魔法使いじゃねえか。ちょうどいい、むしゃくしゃしていたところだ。おりゃー、うわ、お前ゲートが目的じゃないのか。この状況だぞ、ちまちまゲートを追い詰めてる場合か。じゃあどうする、好きなように暴れるだけだ。よせ、くっ、引きなさい、フェニックス。ん、あ、メデューサ、またお前か。あなたの言う通り、ここじゃ肝心のゲートも絶望する前に死んでしまうわ。こんな場所長いは無用、他所へ行くわよ。ち、今日が冷めちまった。指輪の魔法使い、命拾いしたな、あばよ。危ねえ危ねえ。おい待て、追わなくていいよ。おっと、ロト部隊の基地はもう間近だったな、急ごう。いやー、あれで戦闘になったら絶対やばかったからな。え、ここはちょっとなんか開けた場所に来た。回復、回復をしておきましょう。ほいほいほいと。ほ、ほら始まったよ。これはヒーローたちか。大丈夫か。すまん、クライシス要塞の空爆で部隊は壊滅状態だ。ユニコーンはここも危険だと判断しこの先へ逃がした。隊長と一緒だが心配だ。救援に行ってくれないか。もちろん、頼んだぞ。俺たちはここを守るために残る。ああ、だが無理だけはするなよ。その頃、ロト隊長とユニコーンは、この辺りまで来ればいいだろう。この先の方針を決める必要があるな。ん？なんだ？いえ、ロト隊長は迷ったりすることってないんですか？俺は連邦という巨大な装置の部品、歯車だ。与えられた役割を果たすだけだ。俺は何一つ確信を持てない。敵と味方の区別だって。君は敵に追われている。それはつまり、君が大好きな、じゃなくて、なんで大好きなになってんだよ。君が大きな役割を持っているということだ。今はそれが何なのかはわからない。だがいずれわかる時が来るはずだ。その時こそ君の迷いは消えるだろう。ゴゴゴゴゴゴゴ、なんだ、真上です、クライシス要塞が。何、ムカデみたいな要塞だな。発見されたか。ヒーローたちはロト隊長とユニコーンを救援すべく行動を再開した。はいはいはい、狙われたユニコーン。ちょっとここのマップ作りをしていこう。マップを埋めるといいことがあるのかちょっとわからないですけど、まあ、マップ生成のゲームですからね。敵がワンサカいます。せめてグッドガンダムレベル上がってほしいな、ボス戦になる前に。おっと、また
チャープがいる、チャープが。もう2回くらいか、レベルアップまで。おっと、始まっちゃったよ。ん？おかしいな、クライシス要塞の攻撃音が止んだ。嫌な予感がする、急ごう。ん、どっちだ。あ、ここなんかショートカット用のゲートっぽいな。よしよし、こっち側か。おお、ゼロ強えな。あと5、なんかあそこあたりでイベントが始まりそうな気もするけど。わー、始まるな、これは始まるな。ちょっと回復させとこう。 SP がない。ゲドリアン、ここまでのようだな、ユニコーン。うう、これがクライシス帝国か。く、数が多すぎる。スカルマ、新しいのが出てきた。アバババユニコーン、ロト隊長。俺としたことが囲まれてしまった。今日ヒーローどもか。ちょうどいい、面白いものを見せてやる。スカルマスターはっ。お前に与えられたクライシス帝国が誇る科学力の結晶、機能停止ビームをユニコーンに。はっ。機能停止ビーム、これを浴びせられた者は特殊能力はもちろん体の自由も効かなくなるのだ。なんだと。おっと、おしゃべりが過ぎたようだな。さあユニコーン、おとなしく機能停止ビームを受けるがよい。く、こんなところで。ひょう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 、やれ機能停止ビーム。その時、クライシス許さん。お前どっから来たんだよ駆けつけた仮面ライダーブラックがビームをその身に受け、ユニコーンたちを守ったのだ。ん、ブラック、うう、クライシス要塞が爆撃をしていると聞いて、おちおち寝てなんていられるか。グハ、おのれ、こうなれば力ずくでユニコーンを。そうはさせん、邪魔をするな。ユニコーン、お前たちの相手は俺たちだ。アバー、行くぞ。いや、てか機能停止ビーム使われたらやばくね普通にこれもまず左のやつから排除してった方が良さそうかな。全体攻撃がないまいち威力が弱くて使いづらい気がする。これだったら1体ずつ倒していった方が効率がいいような。あ、やべ、ウィザードめっちゃ HP 減ってるんだった、回復の要なのに。ゴッドも減ってるかな。まだ攻撃いけんな。わあ、マジかよ、かわされたよ。はい、たーい。回復に回るか。3だから5回しか使えない。あとやばい、ヒール。おっとこれ食ったら死ぬ、あぶねえ。よし、ここでこんなピンチに陥ったか。とりあえずこいつが攻撃に回ってライフキットで回復させよう。やばい、おー、危ねえ危ねえやばいやばい、危ねえ危ねえ、食らったら死ぬ早いな。ヒールで
早めに回復をしとかないといけないからな。おっと、いてぇ、よりによってくっつかれちゃった。どうしよう、これ効いてるか。よし、なんかディフェンスで守ってもめっちゃ食らうな。まだもう少しあるな。これを使おう。16だからあと2回使えないからやめだ。いったい、3、あと2回か。どうしようもなくなった時の1回は取っておきたいかな。おいてー。基本的にはここからアイテムで回復させるか。スキルはいいや。出たよ、ウルトラマンのコミコン。もう早め早めに回復をかけていかないと。で、まだ耐えられるな。だけど痛い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 。ちょっともう一ターン、こいつを回復させよう。で攻撃をして、ミスった。ここで行くか、ラッシュ。レベル2、いやあと1ターンでレベル3が使えるけど、まあいいや。あ、間違ってレベル1にしちゃった。いいや、しょうがない。こいつはもう普通の攻撃しかないからな。スーパー稲妻キック。すげえ。やったぞ。ユニコーンは？おお、どうした？ん？壁が。クシャトリア。おお、かっこいい。なんだ。おお、いいね、かっこいいね。うわ、何？クシャトリアだと知ってんのか。うわあ、ユニコーン大丈夫か、下がれ。あ、は、はい。えい、袖付きか。こうなればブラックだけでも。やめろ、来るのだブラック。く、体が動かない。ブラックをさらってくの。ブラック、ゴッドガンダム、こちらへ引け。ゴッドガンダムたちは物陰に身を潜めた。袖付き目、クシャトリアまで出してきたか。あいつを何とかしないとどうにもならんな。だがどうやって。ユニコーン。はい。お前を守ってきたのはもちろん敵に狙われているからだったが、もう一つ理由がある。俺は今までいろんなやつを見てきたが、お前があのサソリの化け物の攻撃を避けたとき感じたんだ。お前ならこの状況を変えられるかもしれない。俺が？いいか、俺がおとりになる。お前は合図を待て。歯車には歯車の意地がある。お前も自分の役割を果たせ。これを。これは？ビームマグナムだ。お前なら使いこなせるはずだ。持っていろ。ロト隊長。
ロト隊長はビームマグナムをユニコーンに渡すと単身クシャトリアの視界に飛び出していった。ん？袖付きめ、歯車をなめるなよ。が、今だ、行け。はい。ユニコーン、お前は俺の希望託したぞ、ユニコーン。隊長。ん？うわー、発動しましたね、 NTD。 ユニコーンがガンダムに変身した。おお、すげえ、変身きたー。ここから出ていけー。なんてパワーだ。ビームマグナム、ぐわー、やったのか。かすめただけで、はあ、はあ、皆さんご無事ですか。ああ平気だ。お前こそ大丈夫か。いえ、ちょっと気持ちが高ぶっているだけです。俺、今、分かったんです。俺の役割が。役割？この俺の力は敵に渡しちゃいけない。この力は仲間を守るためにあるんだって。皆さんと一緒に戦わせてください。死んでいった学校の仲間たちや、ロト隊長や、俺をここまで守ってくれた人のためにも。俺は自分の役割を果たしたい。ああ、分かった。その気持ち受け取った。けどお前がガンダムだったとは驚いたぜ。まガンダム同士よろしくな。おお、ユニコーン、結構早めに仲間になりましたね。さてこれからどうするかだが、ブラックの救出、欠片の捜索、さらには袖付きの目的、一旦拠点に戻って光の意見も聞いた方がいいな。拠点？俺たちの基地だ。よし、ついてこい。ユニコーンが NTD を発動したようだな。データは予定通り君を通じてこちらの手元にコピーされたよ。しかしまさかこれほど順調にことが進むとはね。クライシス帝国の動きが皮肉にも我々に有利に働いたおかげだ。だがそういう幸運も続くまい、気を引き締めんとな。クシャトリア、仕上げまであと一息だ。頼んだぞ。クシャトリアは喋んないんですかね。貴様ら俺をどうするつもりだ。ジャーク将軍からお前に話がある。いいか、無礼な態度は許さんぞ。冗談じゃないぜ、何様のつもりだ。口を慎むのだ。うわあ。仮面ライダーブラック、気分はどうだ。出たな、ジャーク将軍。このまま貴様を処刑するのはたやすい。だが我々は貴様に生き延びるチャンスをやろう。なんだと？それには条件が一つある。我らクライシス帝国に忠誠を誓い、その先兵となって働くことだ。しかも今までの2倍の力を与えようではないか。さあどうする？ふざけるな、貴様らなんかに死んだって加担するものか。どうあってもか？俺たちが欲しいのは自由に生きられる平和だ。仮面ライダーブラック、貴様の処刑を決定する。ジャーク将軍、一つ提案がございます。なんだボスガン、ここはこやつを。なるほど、欠片の取引にこやつを使うのか。いいだろう、それまで処刑の執行は保留だ。拠点に戻ったヒーローたちはユニコーンを紹介するとこれまでの経緯について話をした。なるほど、そういうことがあったのか。
はい、俺もロト隊長からいろいろと聞きました。戦っている敵の話やかけらのことも知っています。そうか、それを承知で我々と共に戦う決断をしてくれたんだな。我々はまだまだ戦力不足だ。敵に勝つには仲間を信じ力を合わせるしかない。頼んだぞ。はい、よろしくお願いします。あ、ユニコーン、そういや俺たち何これ天候とアナコーのコンビだな。アナハイム光線はアナハイム光線な変な略し方はやめてくれ。よし、友情の印だ。フォーゼはユニコーンと友情の印を交わした。ところで光、ブラックのことだが、状況から見ると連れて行かれた先はクライシス要塞で間違いないだろう。クライシス要塞か。すみません、俺のせいで。ユニコーン、それを気に病むより彼を無事に助け出すことを我々は考えなくてはいけないぞ。どうやって乗り込むんだ。何か方法がないか検討してみよう。ならば俺たちはかけらの捜索を進めるか。俺はやっぱりあの壁が気になる。あの異変は何かの前触れだ。闇の力を感じたというやつか。もしかけらの影響ならば、さらに別の世界の要素も取り込み、それが混在しているのかもしれない。なるほど、もう一度第四居住区へ行ってみるか。よし、じゃあそこへ行ってみようぜ。ここで待ってても何も進まねえしな。変質した壁。ということでユニコーンが仲間になりましたね。ユニコーンはもうずっと NTD のままなのかな。キャラ詳細、物理攻撃力59って弱えな。ああ、でもエネルギー攻撃力がちょっとあるから、基本攻撃が物理的な攻撃じゃなくてビーム系になるのかな。全体的に弱えな。ゴッドガンダムと比べて技術が高いな。速度63。あ、めっちゃ速いウィザードより速い。一番速いな、ユニコーン。なるほどなるほど、そういうキャラか。ちょっと待ってね、ユニコーンちょっと入れたいな。どうしようかな。ゴッドガンダム、ユニコーン、ゼロ、ウィザードでいきましょう。じゃあ、であとはちょっとスキルツリーを、ユニコーンですね。まずはバルカンバルカン基本だな、ガンダムの。ガンダム2人いるんでちょっとダブルシュートを覚えましょう。で、ビームガトリングね。あとマグナムもな、使いたいけど、ちょっと基本となるバルカンを上げてこう。バルカン敵全体にランダムか。そうか、ユニコーンのバルカンはそういうやつなんだね。これがバルカン3必要だから上げて、これでビームトンファーか。なるほどね。ガトリング、トンファーとツインスラッシュよし、こんな感じでいいかな。あとは装備をさせてというところなので、はい、じゃあとりあえず、ユニコーンガンダムが仲間になって、次は壁の探索ですね。次回そこからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。